はい、こんにちは、中村天佑です。よろしくお願いします。じゃあセットアップをしながらですね、はい、ちょっと最初にお話をお伺いしようと思うんですが、最初ですね、あのジェムスタイラーワリアックスのこの JTB89 というモデルを導入いただいたのが、2年ぐらい前でした。そうですね。そもそもそのお使いになる用途というのはどんなこと？もともとはライブの時に曲間が短くて、あのエレキギターからあのアコースティックギターに持ち替える時間なく次の曲が始まってしまうみたいな、はい、そんな時に何とかスムーズにできないかなっていうのが、まあ、最初それで、まあ、試奏しにお店に行ってみて、それで、まあ、チューニングがいろいろ変えられたり、そういうのもいろいろ分かって、それで半音下げの曲とかもこの1本で、まあ、済ましちゃおうと、ライブでそんな感じで導入しました。普段僕があのジングルとかを作ったりしてるんですけども、その家でやってる作業をちょっと軽くご紹介したいと思います。今日はそういったあのバックトラックというか用意していただいて、それを聴きながら実際に弾いて重ねると、はい、いうことですよね。そうです。例えばあの何もないところからこうゼロからまあ曲作りするときに、あのドラムをとりあえず僕は流して作業していて、それをちょっと聞いてみたいと思います。ドラムだけ。これをループさせます。ループさせて、それで僕がこうギターを適当に弾きながらリフを、弾きながらリフを考えると、それをちょっとなんか適当にやってみたいと思います。こんな感じでやっていくんですけど、それで便利なところはチューニングを変えることができるので、今レギュラーで弾いてますけど、これでなんかあんまりいい感じにならないと思ったらチューニングをどんどん変えていって、今ドロップ D まで下げます。これで、まあ、ドロップ D になるとレギュラーチューニングと違いますから、ちょっと運指とかがコードの押さえ方変わりますけど、その結局この JTV89 はダウンチューニングが結構たくさん入ってるので、そのレギュラーチューニングの弾き方とドロップの弾き方の2つでこのさらにもっと下げることができて、その同じ弾き方でどんどんいけると、今これさらに下げて全部が半音下げ状態。半音下げになってるんですけど、こうチューニングが変わってもレギュラーの時のテンション、弦のテンションですね。だから弾き心地は変わらない状態です。だから生音はレギュラーの音が鳴ってるっていうことです。それで、まあ、リフをなんか弾きながら、またさらにドロップ、D フラット。こういうのもできて、さらにもう下げていきましょう。今日はせっかくなので一番下まで下げちゃうと思うんですけど、ドロップ、D フラット。使ってちょっとリフを弾いてみたいと思います。
ましたけど、それで、まあ、1本取れました。これで、まあ、こういう感じでちょっと聞いてみようか。感じで撮れました。これで今ロックのギターなので、まあ、ダブルを撮ったりもう一本同じものを重ねたりして、まあ、左右に振ったりとかいろいろやるんですけども、今日はちょっとなるべく曲をやろうかなと考えておりまして、これはちょっとこれで置いておきます。